あ、はい、参ったね。また変わった入り方で今日は。はい、参ったよ、ほんと。あのさ、参ったって、はい、入ったみたいな言い方って俺はちょっと違うと思うんだよ。参ったってこうね、その、じんわり来るもんだって、瞬間的に。え、何、うん、参ってないでしょ。やっぱ2週間、先週ちょっとね、平井堅さんが、これ入りましたね、オールナイトニッポンにレギュラーになって、うん、なんか先週で終わったんですって。レギュラーじゃないです、だから1週間の特番ですよ。で今週からまた復活になったんですよね。お前はそういうこと言うからややこしくなるんだって。そしたらなんか平井堅一周でクビになったみたいになるだろ。ニュアンス的に違うんです。平井堅さん特番でやってくれたの先週。そうなんですか。ああ、いやまあだから2週間ありますから、うん、それはね、楽しい話のね、一つやったんで、ちょっと、ね、うん。ああ、ちょっと楽しい話聞きました。ね、やりたいんですけども、うん。ろくなことないですよ、やっぱ生きてると。何ですか、何だそのお前、ブルース・ウィリスの人生はクソだみたいな言い方してますけれども。えラストカー、ラストボーイスカウトですか。なんか忘れたけどさ。いや、ですからね、ほら、いろいろあるじゃないですか。何が。まあ上田さんもご存知の通り、例えばパワープロのね、選手を僕40人ぐらい作ったんですよ。知りません。ご存知の通りみたいよ。パワープロをやってること自体知らねえし、うん。作ったんですよ。そしたらまあそれが、この大会来週やろうって言ってたんですけど、ああ40人で作るのに、まあ、1人1時間ぐらいかかるじゃないですか、あれ。ああ、そうだっけ、うん。40時間ぐらいかけたんです。ああそしたらまあ、そのデータが、うん、PS3 でやっちゃったから、うん、外に出てこないんです。そういうもんなの、はい、メモリーカードって普通出してほら外に持っていけるじゃないですか。出てこないんですよ PS3 って。なんで PS3 はそういうシステム、そういうシステムなんですよ。それ不便だな。でもだから3のゲームとかベストして2とかでやった場合も中に入ったものなんです、うん、ハードディスクの中に。まあでもそれはもうね、やっちゃったんだったらまあね、それしょうがないよね。自分が浅はかだったと考えて。USB フラッシュメモリーとかあるじゃないですか、パソコンでいいや。こんなちっちゃい。あれの中にものすごいデータが入ったりするわけですよ。うん、何ですか、なんとかカードとかもあるでしょ、SD カードとか、うん。あんなのもすごいデータ入るんですよ。まあね。でも、メモリーカードに入ってこう、よくどっか持ち歩けるから面白いわけじゃないですか、ああいうゲームって。まあね。それは分かる。僕今からもしもうみんなとこのメンバーとやろうかってなったら PS3 ごと持ってこなきゃいけないんですよ。もうしょうがないじゃん、持ってくれないじゃん。それはそうはいかないでしょうが。なんで別に PS3 持ってきて持ってくればできるわけだろ。いやですよ。だからまた一からですよ。いや知らんよ、それでうだうだ文句言われても。いやそれもあるし、なんか俺を恨めしそうに見られても俺何の関係もしない。いやそれは全部が全部上田さんの責任とは言わないで。若干俺のせいだ。いや、なんかイラついてくるって上田さんの顔見てると。こっちがイラつくわ。そんな濡れ着せられて、言いがかりを。もっとね、言えばね、上田さんもご存知です、これは。え、ね、多分知らねえよ。いや、だから、まあ、あるね、とあるスタッフがいるんですよ。とあるスタッフというのは、まあ、よく、まあ、旅行行ったりね、うん、飯食い行ったりとか、するスタッフですよ。うん、でそいつが、まあ、もう出会って2、3年経ちますけど、まあ彼女は一人できないわけですよ。ほうほう。で、何やってるかって風俗会。もう本当にこっちがね、僕も彼女はできないから、お互い頑張ろうねって言って、うん、どういうの見つけようかとか言ってんのに、うん、いや、いい風俗見つけたんですよと。SM のなんとかとか、なんとかとかいろいろ言うんです。もう本当に池袋の近くに住んでたんですよ。なぜなら池袋の風俗に行きたいからなんですよ。それ中心で考えてんだ。で、マップも、自分の頭の中にマップ作ってんですよ。もう全部これで、今新しいコースはこれできてとか言って。へえ、いや、なかなかさ、その、賃貸の物件探すのに、風俗を中心に考えるやついないよね。いないでしょ。はぁ、あ。そう。で、まだこんな五反田の方に引っ越したいんですとか言って、なぜなら五反田を攻めたいからみたいな。すごい。最低なんですよ。いや、成田始めてもそこまではいかんだろ。はい。うん。すごい。まあ、テレクラ日記ぐらいですからね。成田先生は。成田先生でもそこまで、はい、風俗行くために池袋でしょ、みたいなことはないもんね。で、その男が、その、何ですか。いろいろなんか僕もなんか紹介してあげようと思ってね、飲み会開いたりとかももう随分前ですけどしましたよ、うん、もう出会った頃は、うんうん。でもなんか見てても話もできないんですよ。あ、そう。はい、はい、みたいな。あ、もう最低なんです。あ、で、だから、ね、できない僕が言うのもあれだけど、会えば説教ですよ、だから。なるほど。例えば、正月休み明けに何してた今年正月はって言ったら、うんうん。いや、ずっとうちで、まあ、風俗なんか受けましたけど。ふざけんなよ、と。おう。お前、こういう時くらいなんかあんだろうとか言って、こう、僕いないくせに偉そうにこう言ってる感じ。まあまあまあ。ね。お前、だからダメなんだと。そう。
こういうこともすれば彼女の人にもねできるかもしれないけれどもみたいな、あったんですよ、それでほら別に誰か紹介してって言ってもほらその本人のこと知らないじゃないですか、ね、だからまあ紹介できるっつったらその番組のスタッフの女の人ぐらいだったわけですよ、ね、そのスタッフの女の人とかにたまに言うわけですよ、どうはあぶっちゃけで女から見てああいうのどうなのって聞くんです、そしたら、いやーあれはだって私 AD 時代からの付き合いなんですよと、あそうなの、どうなのって、あのその頃は確かこういうことされましたと、なんかって言ったら、みんなでこう AD 時代に仕事終わって片付けとかしてるでしょ、その時にその男は言うんですって、ちょっとお前女の子にね、ちょっとお前あの風俗電話しろっつって、はなんで私が風俗電話しなきゃいけない、いやあの面接ってどんな感じなのか、私明日からあの入りたいんですけどホステスやりたいんですけどっつったら、何の面接やるのかちょっと聞いてみとか言って、じゃ聞いたら店長とちょっとお試しでこうとかいうの聞いて、うわーっと笑った最低だな、最低なんですよ、で、あれは男としては最悪と。いや、それは言われるよ。いや、でもそうは言っても誰かいないのとか言って。したら、まあ、嬉しいことね。有田さんに誰か紹介することはできますけど、あの人にはできませんとかなって。なるほど。で、僕言ったんですよ。もう、ああや、お前ね、身内のスタッフにも見張されてんだぞ、とか。ああ。最低だな。致命傷だと、お前は。それを約2年近く続けてたんです。したら、この間、一丁前によ、ね、帰ろうかと思ったら。別にちょっと、一軒飲みに行きませんかとか言うわけ。なんだよと、偉そう、おめえみたいなゴミがゴミゴミお前なんかゴミメガネだと、ゴミアフロなんだこいつ、仮にアフロならばアフロなのよそいつは、ゴミアフロで、ゴミアフロもなんだよお前まあまあ若いね、僕年下のスタッフ、ただまあほら、まあ、タリラリという番組 の、 その、演出をしてる人ですけど、だからお前なんだよっつって、ゴミアフロっつって、じゃいやちょっとあの相談がありましてみたいな、お前の相談なのか所詮風俗の話だろとなるほどね、こっちのコースとこっちのコースどっちがいいですか90分コースか120分コースか知らねえよって嬉しいですか、みたいなことを言って行ったんですよ、でまあ今日の収録はわーわーみたいな話してて、なんか態度おかしいんですよ、ちょっと相談なんですけどって言うから、何っつったら、実はあの、結婚することになりましたちょっと、どういうことだと思う、あんだけ説教してたおう、ゴミアフロが。はぁと、おいや、ちょっとすいません、みたいな。お前、ふざけんなよ、と。お前、早すぎねえかって言ったの。お前、その、なんか、これ1、2週間で出会った女と。年明けぐらいに作ったと、それまで聞いてますから、僕は。年明けぐらいにね、作ったが、彼女と早速結婚でも、バカかと。言ったところ、8年付き合ってると。下隠しにされてた。え、ちょっと待って、俺がじゃあ説教してる時何だったの完全に向こうは腹で笑ってましたよね。笑ってるんですよ。ねえ、ゴミアフロだ、このゴミアゴがと思ってたよね、向こうは。で、ほら、他のスタッフにも僕ね、相談してるじゃないですか、さっきの、その女性も含めいろいろね。そしたら、僕が言ってたら、みんなもあいつは最低って言うわけ。え、じゃあ、全員知らなかったのみたいなこと言ったら、いや、みんな知ってましたって言うんだけど。俺なんてプライベートで遊んだりとかも知ってて、旅行とかも行ってんのよ。で、隠されて。それはショックだね、確かに。マジでショックだと。いや、それは確かにへこむね。何より、彼女ができたって言われただけでもショックだと。うん、あれだけできないやつって思ってたわけだから。まあな、それで偉そうに言ってたわけだもんな。偉そうに、お前こうだよ、女心って言うなとか言いながら。で、俺は結婚はしたいんだよ。お前もそういう気になれ、早くみたいなことを言ってたの。そしたら、結婚をパーンと決めて、そのさ、あれ、豚女状態ですよ。ああ、さあ、俺は気持ちはよくわかるよ。わかるでしょ？豚女に俺はもうどれだけ説教したか。恋愛通報みたいなこと。だから、うわーこれ俺もやっちゃったと思って。うわーお前さ、彼女だけでもショックなのに、結婚しますとは引いたっつって。いや、いろいろちょっと事情がありました。だからそのほら、ちょうどほら、別れててとか、なんか2年前、俺と出会った時に、ちょっとほら、有田さんって言えばコンパだから、彼女がいるっつったらね、なんかほら、なんか舐められんじゃねえかみたいな。さお前もまたどんなイメージで捉えられてんの、ね、有田さんって言えばコンパだから言わねえ方がいいかみたいな。そう。隠されてるんだから、だからそうすると番組の支障が出るかなと思ったら。出るか、お前は。どんな趣味だよ。趣味で支障が出るって最悪だっつって。で俺はもうせめてはもうね、まあまあ言いたかないけど、どんなやつなんだよと、お前、風俗嬢かって話したら、なんとさっき僕が相談してた女ですよ。番組の女ですよ。いつも毎週顔合わせてた。僕がそいつのことを相談した時に、あいつは男として見れないとか。風俗の電話をした女の子ですよ。ダブルで騙されてたんだ。そう。
だからうマジかよっつってお前ふざけんなよ。しかも俺はそのゴミアフロの方には言ったことあんの、あの子とかいいんじゃないのと、身近でいいじゃんっつったら、俺はあれはないっすって言ったし、でもっといや、その女の子にも聞いたら男として見れないと、ゴミアフロはどうだと、はい、で言ってた。もうほんのね1週間前ぐらいも言ってたんですよ、うん、なんかもう私ああいう人は嫌ですみたいな。しかもだから俺隙がありますよね、そうなると隙があるっていうか、だから僕は何だったらあれですよ、風俗行ってる話全部してるんですよ。そうか、その彼女に、はい、いやこの間あいつと風俗行ったんだけど、はい、みたいな。そうそうそ う, でもそれは彼女なわけだもんね。そうしたらムキってなってるよな。なってるの。でもなんかいやそこら辺はありつつ安心してください、僕はあの彼女とは風俗との風俗は認めてもらってる関係なんでみたいな。どんな関係だよ。僕隠さない人間なんで、あのパソコン開いてその風俗のページ開いて、この女の子と俺行ったんだみたいなこと話せる関係だから、そこはもう僕に任せてくださいみたいな。お前偉そうだよ。え、成田先生ってあいつのことなの。あいつか、成田。なんかスワッピングしてますぐらいの感じか。なんだよってなってさ。はあ、それは確かにショックだな。で、いつぐらいなのっつって、うん。いや、まあ、夏ぐらいにちょっと式とか、その時はぜひ、あいつら、おじさんに参加してもらいたいです。いや、もう分かったよって話になって。夏か。はあ、まあ独身生活ちょっとじゃあね、もうちょっと最後なんか思い出なんか俺もなんかしっくり来ないから、うん、飲み会とか開いてあげたりとかねなんて思ってたら、うん、昨日あったんですよ、一昨日入籍しましたって言われて、うん、何その急展開って。もういきなりその女の子が急に来て、あ、私人妻になりましたって言うから、あ、今度ね夏だろみたいな、知ったかぶりして夏だろみたいなこと言って、一昨日ですけどみたいな感じで、どんだけ信用されてねえなって話なんですよ。いや、それね、俺ある意味しょうがないと思った、うん、今、うん、なぜならね、そのショックはわかるんだよ、わかるでしょ、信頼してたスタッフと豚女の感じでね、いや、なんだったら俺ね、うん、豚女とさ、別に旅行行くほどの間柄じゃないけども、お前その旅行に行くほどの間柄のやつに言われてたわけじゃない、うんうんうん、で、その彼女の方にも、いやいや、あの人は男としては見られないみたいな、騙されてたわけじゃんか、うん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 、ね、そのショックはわかるんだけど、その話よりも何よりも、お前、パワープロの方がショック受けてたじゃんか。やっぱそれはそんな人間にはね、一番に出たのそっちだから、優先順位やっぱ間違えてんの、お前は。まあね、あ、まあ、目の前のやっぱ小銭欲しいっていうか、一選手欲しいっていうのがあるからね。だから、お前はやっぱり、その辺で、ははーこいつゴミだなと思われてんの。だからしょうがない。ゴミアゴだと。ゴミアゴだと思われてんの、それは。いやいや、だからもうほんと舐めてた男が先に結婚する、この、悔しさね。いや、あるよ。だからね、確か俺もな、そう、やっちゃったことは豚女に対してもあるし、うん、昔ね、後輩にさ、お前年いくつって言ったらさ、2歳下って言っててさ、うん、で、まずね、ほら、まあ俺、芸人としては俺の方が先輩だからさ、いや、やっぱ芸人っていうのは、普段からこういう生活をした方がいいぞだとかね、うん、お前もっとこういうことしなきゃね。人間的な教えというか。ね、うん、そう、芸人としてのね、そのネタ作りの話とかをしててさ、それが、あ、そいつあんまりにもだらしねえからさ、いや、いいか、お前な。人間っつうのはな、とかさ、恋愛っつうのはよ、人生とは、みたいなこと。経験のついてね。ああ、な、いいか、お前はわかんねえかもしんないけどな。もう、だいたいな、25ぐらいになるとこうだ、27ぐらいになるとこうだ、みたいな話をさ、人生とはで語ってた、そいつ年上だったんだよね。むちむちしてたらね。俺もそういうことやっちゃったことはね。だから、芸人として教えられればしょうがないですけど、人間としてはおかしいだろうってね。なんだいつって。俺らの若い頃は、みたいな話をしてましたからね。おめえの方が年下じゃねえかって俺言われたんだから。恋愛もそいつの方が経験豊富だったりしてますよね。そうそうそう。いや、まあそれはそれでね、まあしょうがないですけど、もう怖いのはまた身内ですよ。何？ごめんなさい、身内一番怖い。あれ？また敵は味方にあり。敵は味方にありましたね。いや、それこそね、まあ細かい話すればよ、うん、もうね、ほら、寿司つかさっていう佐野ってやつがいるでしょ。あれなんかが、よく俺に来るわけですよ、うん、そしてなんか僕がパワープロとかやってると、あいつも寝た方がいいんじゃないですかみたいな、明日仕事ですよみたいな、うん、あんまうるせえから、じゃあいいよ、じゃあもうそこまで言うんだったらもうね、俺やもう寝るから、うん、お前も帰って明日頼むなみたいな、ちょっと明日遅れますから何時ですよみたいな、うん、偉そうななんか言ったんですよ、うん、で分かったっつって寝て、したらもうぶっちぎられましたね今日。え？寝坊？朝起きたら、おはい、ぶっちぎられまして、おだから僕一人で行きまして、あ、どっけ？天理金広島の方に、おえ、うん、あいつはでも来なきゃまずいんでしょそれ？来る予定だった。しかも
斉藤いるしゃ、あのまあメイドって言った方がいいのかな。あいつがあいつの方から電話がかかってきて、あれさ、ちょっと佐野がちょっと事情こういうなんかちょっと連絡つかないんで、あれさ一人で行ってもらえますかみたいな感じだったんですけど、わーっとつって行って、ただ行ったはいいけど連絡がつかないじゃないですか。だからもしかしたらじゃないですけど事故ってるとか。なんか途中で何かあったのかもしれないなと思って、だから俺すぐ斉藤に確認しますよね。斉藤お前佐野ってなんか なんでただの寝坊なのか、それだったらまだいいけど、どうなってんのとか言ったら、あのメイド野郎があいつあちょっと先生電話今電車の中なんで、電車いいですかねみたいな、なんかちょっと喋れないんで来てもらっていいですかみたいな、ちょっと空気読んでもらっていいですかって聞いた。いや違う、だから佐野が、もしかしたら寿司さんのこと佐野や、佐野が今もしかしたら事故ってる可能性もあるじゃないって言ったら、いやいやいや、ちょっとあの有田さんの方、僕も一応電話しますけど、有田さんの方もちょっと電話しといてもらっていいですかみたいな、いや何それっていうさ、もうそういうね、もう一よくいる後輩ですよ、その調子。でも、それはもう佐野が単純に寝坊したんだろ。まあ、結果寝坊だったら助かったんですけど。あいつもたるんでんな。いや、だからいつもこいつもゴミだな、ほんとに。で、あれもう、あの、ゴミことぶきですよ、あれは。ツッコミことぶきだな。で、またあの、メイド野郎がね、軽く言ってますよ、メイド野郎なんて言ってます、2週間のね。このお楽しみみたいな感じで、2週間ありましたよ、軽くメイド野郎って言ってますよね。メイド喫茶この間始めて、2日か3日ぐらい来られてたじゃないですか。あれから約2週間経ってるわけですよ。どうなってるかと気になってる人もいますけど、わかんない。俺は、こういうことが可能なのかどうかわからないですよ。リスナーの方もよく考えてほしいんですけど、この2週間で、約40回ぐらい言ってますよ。これ可能なんですか、こういうことは。これは嘘でもなんか、メイド喫茶に40回言ってます。本当に？はい。あっそう。びっくりするんですよ。だってほぼね、毎日のような感じで、2軒3軒言ってますからね。メイド喫茶ってそんなにはしごするようなとこなの？いや、わかんない。そもそもが。だからほらさ、今日さ、さっきそこでまたメイド喫茶の話しかないから。いや、ほんと俺びっくりよ。今日なんてな、俺福島行ってて。あ、二人きりでロケですよね、行ってみようね。で、要は、4時間ぐらいかかるんだよ、片道、車で。で、要は往復8時間。ね。まあで、スタッフと喋ったりはするわね。そう、ディレクターとかプロデューサーとわーっとさ。その往復8時間、あのメイド野郎は、一言も声を発してないよ。行きも帰りも。一言も発してないの。で、ここのね、日本放送に来るとき、今度はメイド野郎と俺二人きりになる。やっと今日初めて声を発したよ。メイド喫茶なんですけど、だから。一言目が。いや、ほんとにそうなのよ。これね、いやもう各方面から苦情が来てる。いや、ほんと、恐れおののくよ。おだってなんか俺もね、その佐野から聞いたんだけど、その、あいつはね、斎藤がね、スタッフの人にと、こう、話すんだって、あれを、メイド喫茶の話をするのよ。まあ、その話し方もやらしいの。あのね、メイド喫茶でもらうね、アットホームカフェっていうところでもらうね、なんかじゃんけんが、なんかわかんない、ゲームに勝ったらもらえるココアがあんのよ。メイドココアみたいなのがあんの。どっちだココア、それをね、いつもなんか、2、3本常時携帯してんのよ。あのアホは。あ、そう。で、それで、それをね、あのね、わざとね、落とすんだって。スタッフの前で。プロプロンと落として、さあみんなスタッフが、え、なんすかこれって。ってなって、ああ、メイドなんですけども、っていうところから、話を始めるらしいんだ。そんな手法使ってんの？あと、携帯のストラップね、メイドになってるんですけど、それを見せて。わざとこれ見ようがしい。電話とかかけて、で、それでわーって話して、当然、引くパターンと、なんか珍しがられるパターンがいるんですって。で、対応の仕方が2パターンあるらしくて、今度行きませんか、と、今度、もしよかったら行ったらどうですか、の2つが絶対結論なんだって。ねえ、変に話してあげてね。で、結果、スタッフの人も仕事に戻るじゃないけど、仕事の話になるじゃないですか。ところで、斎藤さん、今度スケジュールですけど、とか、なると、逃げ出すらしいんだよ。走って逃げ出すらしいよ。首だよ、首。もう。クリームさんのちょっと現場みたいな感じで、パーッと。あー、ダメだ、こりゃ。ダメだ、ほんとに。いや、これね、これもね、もう、またオープニングトーク長くなって申し訳ないけど、ね、言わせていただきたい。もうしょうがない、これ。これね、上田さんはもちろんご存知な話ですけど、これみんなスタッフも含め、リスナーにも相談したいことなの。あのね、メイド喫茶に行くのはもういいって言いました。別にいいと。趣味できたらいいと。一個怖いのが、そのね、メイド喫茶って、設定があるの知ってます？皆さん。
設定が。いくつって聞いたら17歳って言うんですよ。生まれた時から17歳って言うんですよ。はいはいはい。そのメイドたちが、ね。17歳から年を取らなくなったって言うんですよ。ずっと17歳って、生まれてからの、生まれてすぐから17歳なんだろ？って言うよね、なんかね。で、それで、いつからメイドなの？って言ったら、生まれた時からメイドですと。うん、なんでそんなわけないじゃんって言ったら、うん、メイド制から来ましたって言うわけ。うんで、うん、あ、そうなんだ、みたいな感じで、こっちもね、前ほら、ロケに行った時はそうなんだ、とか言ってたんですよ。まあ、そういう一種のプレイみたいなもんだからね。そうですよ。そしたら、びっくりしたんですけど、信じてるんですよ。うん、あいつ。これ、冗談でも何でもない。信じてんのよ。メイド性があるって。確かにさ、もうびっくりだ、あれもう本当、どぎも抜かれたんだろ。あれ引いたよね。いや、俺本当に震えが止まらなかったんだよ。リアルな話で、本当に。で、それで、だから、おかしいだろ、つって、うん。お前、メイド性ってあんのかって言ったら、いや、発見はされてないんでしょうが、言ってるんですから、って言うから、じゃあ、ちょっと待ってと。例えば、ユーコリンって言うじゃんと。お前、俺らと出会う前からユーコリン知ってるだろ？まだ入って3ヶ月ぐらいですから。はい、知ってます。ユーコリンは、コリン星から来たって言ってるじゃない？どう思う？って言ったら。あ、ユーコリンは、僕、テレビで見てて、よく言ってるじゃないですか。リンゴの形してる、なんか。うん。はい。いや、だと思ってました。は、うん、ちょっと待って。なんでコリン星なんてね、じゃリンゴの形してる、あんのそんなと。お、僕はまだ発見はしてないんですけども、本人が言ってるからそうでしょ。うん、ちょっと待って、上田さんがちょっと熱くなって。本人が言ったら信用すんのかと。うん、ね、うん、おかしいだろって言って。いや、でも、どうやって嘘って調べていいかわからないんで、とか言って、うん。本人が言ってるのは信じてあげたいんで、メイドさんもそうなんで。うん、いや、ああ、そうかと。じゃあ言わせてもらうけどと。うん、ね、じゃあ言わせてもらうと。うん、実は、上田、なんだっけ、上田お前の秘密話したよって言ったら、うん、したら、それ言ったら、うん、分かったっつって、上田は実は、うん、ダーウェ星から来たと。ダーウェ星っていうとこから、なんか、チュルチュル、チュルチュル飛行船みたいに乗って、やってきて、うん、で、生まれたんで、たまたまハサ入った、ポンと隕石がついたところが、上田っていう、上田家で。で、ダーウェ星人はみんなテンパって言ってた。上田の顔ばっかなんて食べてる。だからそれが、うん、で、来たって言ったら、うん、どう思うって言ったら、うん、信用できないです。俺の言うことは信用しないんだ。いや、熊本じゃないですかって言うから、いや、そりゃ当たり前だよ。これ絶対言うなよって、プロフィール上のことだから、熊本だから、ダーウェ星から来たってことは言うなよって言ったら、ね、うん、いや、熊本じゃないですかってしばらく言ってて、お前おかしいだろ、ユーコリンと、お前メイド星はお前信用しててよって言ったら。なんでダーウェ星は信じねえんだと。で、なんかほら、ユーコリンも、最終的に今千葉出身みたいな最近言ってんでしょ、うん、まあね、ユーコリン言うよね。ユーコリン、コリン星からどうやって来たのって言ったら、さっきなんでエスティマで来ましたみたいなこと言ったりとかするでしょ総武線に乗っててみたいなこととかね。そう。だから、もう千葉出身って言ったらしいのよ。そしたらちょっと切れたみたいなこと言ったからね。お前嘘だったのかよみたいな。嘘って信じてたのにみたいなね。だから俺は未だに千葉が嘘かもしんないと思ってるって言うんですよ。これマジでですよ。うん、いや本気なの。だから怖いの。だからダーウェ星もお前ふざけんなよって言ったら、はいっつって、わかりました。上田さんはダーウェ星出身なんだ。いや信じられたら困るけど。しばらく、はぁ、ダーウェ星かとか一人でぶつ言ってて、だから頼むと。一個だけいい、これいいけど、他で言うなら。ほんと、上田が頭おかしかったと思われるじゃん。だから、上田あいつ急にダウン星出身って言い出したと。キャラクターをつけるためなんで俺今更さ、それでブレイクしようとしてんだ。したら、はいはい、これはじゃあ、ここだけの声ね、みたいな。いや、もうほんとだから怖いよ。もうあいつは。どうすんの？まともな会話できないんだから。いや、まともな会話したら逃げますからね。ちょっとね、ご相談ですね、皆さんにね。それはお前、どう相談したいんだ、リスナーに。どうやれば、うん、まともな、こう、立派な社会人になれるかっていうね。いやー、俺、あいつ史上初の脳みそがガンだと思うんだよ、俺。人類史上初の。いや、やばいよ、あれ、本当に。いや、だから、これね、ほんと勘違い、有田さん、また大げさにと思うんだったら、うん、いいんですよ。いつをスタジオに呼んでも、あいつを。うん、どんだけメイド喫茶のことを語るか。いや、しかもメイド喫茶のことしか語らないんだよね。うん、他のことになるともう本当、だって俺今日めんどくせえ感じにされたんだからね、朝から。電話して、佐野あいつ寝坊大丈夫か、ちょっと電話中なんでとか。あと、こういう件についてちょっとどうする今度どうするって話をしてる時でも、うん、あ、ちょっと僕、メイドの方があるんで忙しいなって。
断られるんですよ、キャンプ誘うと。まあな。メイドで忙しいっつうんですよ。うん、でだって俺メイドがあるから、ちょっとこっから先は一人で行ってくださいって言われたことがある。あるしね。うん、あと、あれもあるでしょ、あの、上田さん、明日、多分オシャレイズムとかで、うん、明日も行くのっつったら、ああ、明日、オシャレイズムあるんで、行けないんですよね。みたいな、ちょっとこう、引き締めに。なんでオシャレイズムあんだよ。あるんだよ、みたいな。ちょっとこれね、問題なんですよね、今。いや、大問題ですよ。ちょっとね、いや、なんかほら、今も、なんか、また、だって、今日もな、そう、さっき言ったさ、その、何一言目、その、いや、メイド喫茶なんですけども、みたいな入り口から、言った話が、メイド喫茶行ってるって言うとね、スタッフのやつから大体惹かれると。え、何にそれハマってんのみたいな感じでね、大体惹かれると。でも、なんか昨日、なんかメイクさん、に聞かれたんだって、うん、あのそれがちょうど秋葉原行った時のメイクさんだったんだって話したのね。 あれほらメイド喫茶あの時行くって言ってたけどあれから行ってんのって言ったら、もうちょっと通い詰めてますけどみたいなトーンで言ったんだって。したらかっこいいって言ったんだって。どう、真意はわからんよ、そのメイクさんの真意はわからんけど、かっこいいって言って、そうっすか、あんまりでも堂々と言うとみんなが引くんですよねって言って、そんなことじゃダメよ、もっと堂々ともう言いなさいみたいなことをなんかメイクさんに言われたんだって。上田さん、俺決めたんです。これからは、メイド喫茶のイメージを払拭するのが俺の目標です。お前、何の関係があるんだ。有田哲平、有田哲平、有田哲平、有田哲平プレゼン、有田哲平プレゼン、有田哲平がお送りする。有田哲平アワー、クリームシチュー、クリームシチューの、オールナイトニッポン。なんなのあいつは、秋葉原の誰に頼まれたの、そのイメージ払拭とかさ。わかんないよな。この間までの目標が言ってたじゃないですか、もえもえじゃんけんで、勝ち上がってったらステージに上がるっていうのが、ステージに上がって直接メイドさんとじゃんけんできるんですよ、それでそれが目標だったでしょ、それね簡単にクリアしてるんですよね、言ってるから。もえもえじゃんけんでステージまで上がってんですよ、したらさ、マイク向けられるんですって、一言意気込みをみたいな。なるほどなるほど。でみんなが頑張りますとか言ってる時に、あいつはうわー緊張するなと思ったらしくて、しばらく間を空けた結果、勝ってモエモエしちゃいますみたいなことを言ったんだって。勝ってモエモエしちゃいますって言って、それはあいつが真剣に反省してたんですよ。貯めなきゃよかったって。だからそこじゃねえだろ。そこじゃねえだろって。モエモエだからもう、モエモエしたい、勝ってモエモエするってなんだよっていうことで、俺もその大人げなく説教しちゃったんですよ。大人がなんだ勝ってモエモエするって。恥ずかしかったですけど、僕は僕でね。だから新しい目標ができたんです。いやだからってさ、そうね、いや別にね、そのああいう秋葉の、いやそれはいいんですよ、行くのは全然いいよ、はい、でメイドカフェの別にイメージがね、どれだけ悪いのかも俺は知らんよ、別にハマってる人もいっぱいいるしさ、楽しいって言ってる人もいるしさ、いいのいいの、そのさ、そのイメージ払拭をあいつが担いますっていう意味がわかんない。なんで、あいつがさ、そういうメイドカフェの店員とかさ、店長とかね、一店舗任されたならわかるよ。ただの客だぜ。な、ただのカモだよ、ある意味。しかもほら、なんかしばらく上田さんが、ちょっと怪訝そうな顔するじゃないですか、メイドの話すると、お前またその話かみたいな。だから、本気で夢は上田さんを連れていくことって言ってましたからね。で、だから悪いよ。上田さんに、あのメイドカフェのイメージを、あげてもらう。いやいや、別に俺が偏見を持ってるわけでも何でもないけれども、ね、やかましいってことでしょ？え？やかましい。いやいや、もう本当やかましいっていうことだよ。俺から言わせると。まあまあまあ、参ったよ、本当に。いや、お前、お前、考えてみよう。あんなやつ、朝から晩まで俺、二人きりの空間にいたりするんだよ。本当に。いや、話聞いといてください、いろいろ。いや、俺もう、やかましいよ、それは。クリームシチューのオールナイトニッポン、この番組は、バンダイナムコゲームス、ブルボン、日本音楽著作権協会、専門商社、ヤマゼン、日本赤十字社、映画、バッテリー、以上各社の協賛で東京中毒有楽町日本放送のキーステーション全国36局ネットでお送りします。
行ってきましたと。何？メイド喫茶です。新潟県のラジオネーム、ラッシャー木村カエラ、18歳よ。ねえ、ちょっとてっぺ、この前あんた、マネージャーの斉藤さんがツンデレカフェに行ってるって話をしたとき、斉藤さんのこと、ちょっとキモイ的な扱いをしてたけど、ツンデレだったら、もう何年も前からあんたの身近にいるじゃない。そう、電話で、おめえなんかと話したくねえんだよ、切るぞって言いながらも、最後に、あったかくして寝ろよっていう、こいつよ。確かに、元祖ツンデレだ。俺、元祖ツンデレか。あ、俺だ、俺だ。おい、斉藤、行くぞ。秋葉行くぞ。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送、クリームシチューのオールナイトニッポン。ラジオネームまこ、深夜にてっぺ、私は秋葉原でメイドをして働いてるものです。おお、そうなんだ。メイド喫茶をはしごしてるご主人様多いですよと。一日に複数回帰宅してくださる方も結構いらっしゃいます。あ、帰宅ね、うん、いつか斉藤さんにお会いできる日を楽しみにしてます。いや、会うような人物じゃないって。いや、まあ、いや、そうらしいです。だから違いますよと、あれさ、なんか正確な数字先出した40回行ってないみたいなこと言ってましたけど、あ、まあ、可能なんですよね。はしごできるから。まあ、そうか。1日3、4件行ったりすればね。だから、お前、今日はもちろん、ほら、あれじゃないですか。うん、今日、前日の朝から、さっきまででしょ、うん、ロケだから、今日当然行ってないの知ってたんで、うん、お前、昨日行ったのかって言ったら、うん、いや、行くわけないじゃないですか、昨日。うん、足りだりだったじゃないですか。うん、あ、そうか。だから日曜でしたよね、行ったのは。一昨日ですよね。一昨日3軒行きましたけど、ね、行ってましたけどね。あ、そう、うん。いや、まあいいですよ、趣味ですからね。いや、全然だからメイド喫茶を俺楽しんでる人はいいのよ。うん、たださ、どっぷり行くのと違うじゃん。そのもう人生 100% がそれになるのと。だから、そう、仕事は仕事で 100% やってほしいわけ。そうそうそう、うん。それがだから違うわけ。だからほら、例えばね、うん、別に俺らも たまにキャバクラ行ったりとかするじゃん。うんうん、そういうような感覚でメイド喫茶行ったり。はい、でも、まあ、それはいい、それはそれで単なる。そこの遊びの時間として行くわけじゃない。うん、それをさ、あいつ人生すべてが、うん、ね、そのメイド喫茶になって、目標までそのメイド喫茶のイメージ払拭だとかって言われると、お前何なんだよってことになってくるんだよね。もうほんと、仕事の話とか、うん、それ以外の話、うん、もう一切口を閉じますからね。そうね。シャットアウトですよ。いやー、いつは口固いよ。あれは、だって黙秘権与えてねえのにあんだけ黙秘を貫くんだから。ね、秘密は守るタイプだと思うんですよ。あ、そうね。いや、今もだから終わってばって外行ったら、いや、まあ、いったな、オープニングトークであんな言われてみたいな顔してたんで、うん、でもまあ別に行くのはいいとは思うけどねみたいなこと言ったら、ああ、まあほらメイクさんにかっこいいって言われたんですっていう自慢話がうわーっと始まって、ああ、だからそしたらここのスタッフが、あ、ところであれさっきのあのほらゴミアフロの話本当ですかってなったから、 あれもマジなのよって話をしてたら、ああ、すかさずふーっとどっか行って携帯のあのメイドの人形をずーっと見始めたなんでその話にはもう入ってこないのって腹立つわ。それが腹立つのよ。そうなんだ。100パーになるから。いや、そこなんだよ、要は。いや、だから佐野とかもいつも言ってたんですよ。うん、あいつが一番長いじゃない、時間。確かに。ああ、佐野がいる時間がね。収録時間もずっとだから。だから収録、まあ、この前のメイドって斉藤のことあるよね。なんかもうややこしくなってきたけど。メイドね、メイド。メイド。メイドね、メイド。だからメイドと一緒にいて、収録中とかも。メイドって呼ぼう、今度から。普段から。だから、本当に収録中に佐野がほら、勉強しようと思って見たりするのに、うん、横からもう、メイドが、もうメイドの話しかしないから、え、誰が？メイドだよ。くだらねえ、今も内容なんかどうだっていいや。もうメイドの話はいいんですよ。今夜もメイドの話は。あー、くだらねえ、メイド。いや、ところでね、ちょっとお話変わりますけれども。え、誰よ？え？誰？いや、メイドですよ。いや、メイドの話はしてないでしょ、今。何でしょ、誰よ。ほら、くだらねえ。誰のせいよ、これ。メイドよ。東京有楽町日本放送から北は北海道、南は九州、沖縄まで全国36局ネットで生放送、クリームシチューのオールナイトニッポン。やばいですね、ほんと CM 中もずーっと名刀の話ですよ。ほんと
塔のメーターはひたすらあのストラップを見てる状態です。何なんだわあいつ本当に。誰ですか。名刀だよ。もう内容なんか今どうだっていいよ。もう名刀って言えさえすれば。まあ名刀ってあれですからね。あの前マネージャーズで漫才やってた方やつですよ。あのボケをやってた方ですかね。だから声は皆さん聞いたことあると思いますけど。ね、本当に。さあところでですけども、まあ、前回の放送で A1 グランプリも、まあ、レフトはの活躍といいますか、まあ、レフトは優勝してないんですけども、まあ、優勝しまして、でですね、あと ED ビーチがディレクターになったじゃないですか、そしたらほらオープニングのリスナーのこの、乱入電話みたいなのもちょっとなくなったんですよね。あれは勝手な演出でな、あの演出がいいのかどうなのか、しかも今日なんかほらね、遠くのちょうどこの辺っていうところであのダーッと音流したらすんげえご満悦顔だったぞ。これです、俺がやりたかったのこれなんです、先週もこれですみたいなさ、こう落ちが来た時にポンみたいなことやりたいんでしょ、2週間前から俺はこれがやりたかったんです。どうだっていいよ、瞑想とお前はどっか行け。ただですね、リスナーの方からはやっぱ直接ね、やっぱこの深夜に、この、話したいと、電話で繋いでっていう声やっぱ多いんです、電話コーナー。あのコーナー別に復活しなくてもいいけど、話せるなんかないのかと。あれってコーナーだったのか、わかんないですけど。だから、まぁちょっと新コーナーを、ちょっといろいろ、なんか、たまたまいい話がございましたから、作ることになりました。その新コーナーはこちらでございます。金田一先生の日本語レッスンプレゼンツ。有田一先生のボケる日本語レッスン。お、なんだろう。まあね、昔、ほら、逆に脳を鍛えるって言うとやってましたけども、今回ね、実際金田一先生の日本語レッスンというあのソフト、ここに目の前にありますから、金から出てる、このソフトの、からがこう、プレゼンツしてくれるという、なるほど。ニンテンドー DS の、楽しみながら、いわゆる今、流行ってますね、その、あの学習系のゲームといいますか。まあこれ、楽しみながら日本語の勉強ができると。まあ金田一先生が、世界一受けた授業とかもいらっしゃるじゃないですか、それで、出す問題って面白いですもんね。確かに勉強あの覚えやすいよね、印象に残るからね、でそれのなんか4文字熟語を揃えるスロットとか、まあ、なんかいろんなあるみたいね、ゲームの種類、場面に合わせた敬語を選ぶ RPG 風ゲームとかですね、なるほど、おはい、あちょっと俺やってみよう、いいよ、あそうそう、今言ってたことわざ10番勝負っていうゲームがございまして、今上田さんやってますよね、はいはい、どんなゲームかちょっと説明してもらっていいですか。はい、ああ例えばこう「なせば」で「かっこ」とか書いてあるわけで、例えば「なせば」「なる」「おそらこういう「丸みたいな、ね、次は、お次なんだこれ、おまあいろいろ出てくるんだよねこれ、あっ「虎穴にいらずんば」「こじを得ず」みたいな、はいはい、まあこういうやつだよね、そうです、これをですね、選んでそのことわざ10番勝負というものをこう、なんか丸パクにしてもいいよという学研さんの方からあったかい。考えろ。誰かアイデアを。だからですね。本当に丸パクするのかよ。もう学研さんと協力し合いながら、丸パクにする、ボケる日本語レッスンということで、まあ単純ですよね。どういうことするの？まあほら、犬も歩けば、普通だったら棒に当たるですけども、その後を、まあ、何でもいいんで、こう、ボケると。要はレフトに対する無茶ぶりですよ、無茶ぶりコーナーと考えていただければと思います。俺お前と対応しながらもほぼゲームの方夢中だからね。続いてるけどまあそれで、まあ、では電話をつなぎます、リスナーと、で例えばリスナーつなぎまして、ことわざの問題をこう10問出す、ね、あ10問もやるんだ、10問やって、10問ボケるの難しいね、でもとにかく要は正解を言わずにボケて、ボケてか間違えるということですね。一回それレフトで試してみっか。いや、まあ、レフトがいきなり正解出すような気がして、やっぱそれだとハードル上がる可能性もありますけどね、ですから、もしもそれ10問見事にボケ続けられて、まあいい形でボケられたし、まあすげえお前、俺やっぱすごい10問中10問正解だよお前、ボケで、いや正解なんだけど。いやだから上田さん、えだから上田さん、あの名刀って言われるんだ。俺は言われてねえよ、ツンデレって言われるんだ。まあツンデレとは言われてるけどね。そこでボケないといけないんですよ。あなるほど、これ正解しちゃいけないのね、リアルな正解しちゃ。だから言ってみれば単純にことわざ知らないよって人でも、これ優勝できることが可能なんです。なるほどね。だって不正解でいいんだもんな。そうです。
そうしますと、うんうん、この学芸さんからですね、金田一先生の日本語レッスンという、こちらソフトをプレゼント。お、うん、10問、いいね、ただ正解をするだけで。普通は正解しなきゃ商品もらえないのに。でもなんかほら、それは確かにね、なんか適当なこと言えば、そら不正解にはなるじゃん。はいはいはい。不正解を出すことは難しくはないじゃんか。いやだから例えば、虎穴にいらずんば何知りませんみたいなこととかでも、これは不正解、不正解で。それじゃダメだよね。ダメです。ちゃんと一応こう、ボケですね。で、上田さんがもしも、あ、このボケ来たなっていう風になった時は、うん、すかさず突っ込みます。うん、何勝手なルール言います、ツッコミ入れますよ、うん、そのツッコミが入ったら成立ということですね、うん、ボケとして成立。ああ、だからじゃあいまいちの時は俺別に言わなくてもいいんだ。ああ、でもダメになっちゃうわけです。ああ、でもなんとかだろうみたいな感じで俺が言う時はいつも正解という形なんです。ああ、なるほどね、うん、そうですね。で、上さんのツッコミも結果つまんなかった場合、うん、これ不正解となる。なんで俺がここで試されなきゃいけないの。まあとにかくですね、まあとりあえずやってみましょうということで、学園さんもちょっとやってみましょうということなんで、うん、まあ、ボケる日本語レッスン、うん、これ電話でやりますから、はがきとかじゃないんで、ね、その場で急にポン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 答えなきゃいけないんで、はいはいはい、まあぜひ、ふるって募集をしております。上田さん、ちょっとお願いします。メールにね、自分の名前、学校名、学年、電話番号、そして出場の意気込みなんかを書いて送ってきなさい。まあこれ別に会社名とかね、はい、大人の人はそういうんでも大丈夫ですよ。あるいはアットマークオールナイトニッポンドットコム、あるいはアットマークオールナイトニッポンドットコム、メールの件名にレッスンと書いて送ってきなさい。待っている。クリームシチュー上田晋也。どうも、僕です。クリームシチューのオールナイトニッポン。静岡県浜松市の来たよ。ねえ、深夜に出て、実は私、今年大学受験だったんだけど、うん、この番組を聞きながら勉強を頑張ったおかげで、無事に私立の愛知大に合格したわ。よかったな。本当にありがとう。うん、おめでとう。この番組を聞いてても、受験に成功するなんて、うん、なんか意外に思うかもしれないけど、うん、安心して。第一志望の国公立の大学は、思いっきり滑ったから。そう。いや、その朗らかに言ってるの、番組のね、せいってわけじゃないですけど、まあお前が明るいからいいけどさ、うん、まあよかったな、とりあえず受かってな。仙台市の、ラジオネーム、今夜は斎藤。うん。上田有田、うん、マネージャーの斎藤の呼び名は、うん、名刀に統一してくれと。俺は同じ斎藤として、あいつとは決別したいと。わかる。それはわかる。だからもう名刀にします。斎藤っていうのは。同じ斎藤としてって言いますけど、斎藤じゃないんですよ、これ。そうか。こいつなんだ、こいつ工藤だよ。まあ、名刀にしますから、もう。うん。うん、さあ、な、うん。よかったよかった。さあ、じゃあ行きましょうか。ついにスタート、新コーナー。ん？お上田晋也の。まあ、でも、おしゃれだからね。だからモノマネなんとかしろよ。な、俺のモノマネの完成度。まあなんかおしゃれなね、曲流れてまいりましたけども、うん、明らかに珍妙なコーディネートをしてるにもかかわらず、それを突っ込もうとすると、まあラルフだからねとか、ラム側だからねとか、挙句の果てにはまあ黒だからねなどと、ブランド素材色などをアピールすることで相手の口を、まあ、黙らせてしまう上田さんの。お構いなしですよね。そんな上田さんの街で見かけたおしゃれぶりをレポートしてもらうのがこのコーナー。そりゃそうでしょう。おしゃれズムのやっぱね MC やらせてもらってますから、それはやっぱおしゃれですよ僕は。だからちょっと上田さんももしかしたら忘れてることもあるかもしれません。相当おしゃれですよ。ラジオネーム、福岡市の仏を知らない子供たち。僕が、渋谷の洋服屋で使用中の試着室を間違えて開けると、うん、上田さんが、女性もののパンティとブラジャーをしていて、うん、一瞬の間を置いて僕にこう言いました、うん、まあでもトリンプだからねこう言うってことは上田さんもちょっとまずいって。いや、それは思ってるだろうな。それは確実に思ってるけれども、いや、それはだっておかしいじゃんか。だって店員にちょっとこれ試着していいですかって言ってる段階でもうおかしいじゃん。だからそこをなんとか難関乗り越えて試着に入ったにもかかわらず、これ開けられちゃってしまったと。でもそしたら、いや試着だからねでいいじゃないですか。あくまでもふざけて、多分これは何て言うんですか、そのほら衣装だからねとか、うんうん、普通そうじゃないですか、うん、
いやトリンプだからねって言っちゃったら。いや、だからこれは、俺は身に覚えがないよ。これに関して。いや、だって、それダサくねえか、その服って、言った時に、いや、でもラルフだからね、っていう、その防御するわけでしょ、うん、これ決して、下着を見て、その下着ちょっと合ってないよ。ダサいよって言ってるわけじゃないんですよ。上田さん何やってんですかっていう意味で言ってるのに、ね、いや、トリンプだからね、っていうのは。だったらいいってことじゃならないからね。なるほど。あ、いや、どうだろう、これは身に覚えないな、俺が忘れてんのかな。そうでしょう。新潟県の川上帯状と。先日ショッピング中の上田さんを目撃しました、うん、明らかにケツのはみ出したジーンズを履いている上田さんに声をかけてみました。上田さん、なんで街の中でケツを放り出すんですか。いや、ローライズだからね。いや、いくらなんでもそれはやりすぎでしょ。いや、あれよ、夏の甲子園でも話題騒然だったじゃんか、判決王子ってさ。いや、それよりならハンカチ王子でしょうよ。周りのみんなも大爆笑じゃないですか。うん、そうとも言うね。いや、そうとしか言わないですよ。すると上田さんは、おい、おい、川上オブジョイトイ、おめえよ。言ってんだ、川上オブジョイトイとは。ケツの話やめておくわけにはいかねえか。どんなごまかし方口をするわけにはいかないか。と、最後は得意の逆流で俺を黙らせています。得意じゃねえよ。それはブリーフの得意技だよ。俺じゃねえよ。本当におしゃれですね、という。さあ、俺の得意技じゃないからね。あ、そう、ブリーフ追い込んだらそこまで行くのかな。俺らも、ね、ほら、俺らもほら不安だったから、高校の時なんか特にね、あの、ほら、マックミランだからねの時も、はいはい、うんとは思いながらもう、マックミランだからねって言ったら黙っちゃってたからね。まあだから、ああ、こいつら追い込みが足りねえなとは思ってたよ、あの当時から。追い込んだらブリーフみたいに。もう黙っときなんや。なるわけですね。なるなる。川上オブジョイトがまた。よく、俺会ってんな。っていうか、俺、おい、川上オブジョイトイって言ってるけど、俺知らないよ。いや、俺言ってるけど。顔でね。顔見たら、おお、川上みたいな感じです。ラジオネームで呼んでるわけですからね。先日、渋谷の109の前で上田さんに遭遇しました。テンガロンハットに革のベストという入れたちの上田さんは、明らかに周囲から浮いた存在でした。見るに見かけた僕が、上田さん、何ですか、その格好と声をかけると、うん、まあ、ウエスタンだからね。萩原の流れもやってるでしょと誇らしげに答えてました。いや、いくらでも渋谷で裸に天下のハートと革のベスト、左腕にサポーターはありえないでしょと僕は尋ねると、いや、ハンセンだからね。ダメだよ。ハンセンだから、おしゃれではない。またしても自信満々の上田さん。それにもめげずに、いや、ハンセンもプライベートで裸にベストなんか着ないですよ。そらそう。お湯なんでしょうよ。周りのみんなも大爆笑じゃないですか。と、僕が、食い下がると、お前、ガーガニオブジョイトでさ、上田さんの話をやめとくことはできないが。まあ、それかよ。口を継ぐわけにはいかないから。と、最後は逆切れで俺も黙らせて。逆切れじゃねえよ。だから、いや俺くれぐれも言っとくけど、俺の得意技じゃないのよ、それ。相当追い込んでるんですね、川上帯状と。いやいや、だよ、まあ、川上はあいつしつこいんだよ。いや、あいつはって、なんか、実際遭遇したみたいになってんけど、知らないんだよ。川上帯状と言って俺言ってるけれども、設定ではさ、知らないんだよ、川上の顔面を。青森県の高島も。去年甲子園球場に阪神対中日戦を見に行った時、銀色のジャンパーに赤いパンタロンを履いた上田さん。またド派手な格好で行ってんな俺。私が思わず、上田さん今時パンタロンですかと聞くと上田は、うん、でもこれ小箱にだからね。略さないっつうの、小林国明って言うよ。小箱に、あ、プロレスラーの小林国明のことですか。で、上田さんなんで小林国明を意識してこんな格好してるんですかと聞くと上田は、いや、トラハンターだからね。くだらねえ。俺、落ち合い監督が中日を応援してんのよ。だから、今日中日がタイガースに勝つように小爆にファッションで応援するわけよ。と言いました。ちなみに上田は、ちなみに下着はこれよ。と、大盛りパンタを下げると、中から半分が白、半分は黒のパンツが出てきました。パンツまで小爆にですかと言うと、上田は例の下着側でうなずき、去っていきました。去っていかねえかっこいいことじゃねえあの下着顔出るってことは、国村とかでもおなじみの。俺なんでそんなサービスしてんだろうな。いや、パンツはこれよ、みたいな。自ら、なんで俺見せてんの。でもね、マイケル・ジャクソンのスタッフジャンパーを一時期着てましたからね、上田さんは。うん、銀のね。だからあの黒だ。あ、黒か。うん。なんか彼女からもらって無理やり着せられたってやつですね、その当時の。
はい、というわけでございまして、あ、こういうコーナーなの、このコーナー。そうです、上田さんにとってはちょっと恥ずかしいコーナーですけども、もう、あの、だから今日決めた、はい、今日まで。違いますよ、このコーナー今日まで。違いますよ、まだまだこれね。いや、来てるんですよ。俺もっとあの本当に俺のおしゃれを称えてくれるコーナーだと思ってたんだ。だから勢いよと上田晋也のって言ってたでしょ、タイトルコール。こんなコーナーだったら今日までですよ。ただもう追い込む人はやっぱ多いなと思う、ね。革命を面白いというだけだよ。そんなに追い込んだぞ。じゃあちょっとまだまだ募集しますね。いいよ、もうこんなんやらないよ、このコーナーは。いや始まったからね。郵便番号100の8439日本放送クリームシチューのオールナイト日本。まあでもおしゃれだからね、のコーナー。はがきを紹介したやつね、ガネックプレゼント。ガネックまだ作ってないんだろう。でもな、そろそろ再開、そろそろ来ます。送っときなさい。いや送っときなさいって送んなくていいんだけどな。ザ・フラデリス、キドリア・フラッツ。山形県酒田市のラジオネーム藤見カルロス、中学2年だ。なあ有田、大変だ。また上田がこそピンしてるぞ。何よ。この前日本放送のホームページを見てたら、ミュージッククルーズって番組で今上田晋也が選ぶとにかく思い出ソングコレクションってのをやってるんだ。放送時間は平日なら夕方4時から土日は夕方5時からだ。マジで？あ、ちなみに日本放送のデジタル放送の URL は www.lsx.jp だ。まったく上田のコソピンは困ったもんだな。本当だよね。ここでいいのね、アドレスは。いやー、手よくお知らせしてくれてるわ。しかもそれでいいのか。ありがとうな、二人とも協力してくれてるわ、これ。うん、岡山県のラジオネーム流星群ティア。さっき上田が放送中に DS にハマってたのを聞いて思い出したけど、そういえばお前、以前ボクサーズロードを放送中にやってたじゃないか。あの時の罰ゲームは出されてないじゃないか。確かに。忘れろ、もうその件は。これは確かにそうですね。その件はいいよ。もうだってあれ、なんか罰ゲームあったよ。なんかその日になんかやったやった。嘘？なんかやったやった。なんかこれをやんなきゃいけないみたいなことがあった。なかったよね。やったやった。やった。おかしい。今考えたらよく考えたらおかしいでしょ。もういいじゃんか。もう毎日が名刀と罰ゲームみたいなもんだよ。今人生が罰ゲームなんだからいいじゃないか。いまあまあまあ、そう考えたらね。ああ、じゃあ参るか。ツッコミ道場。広島。またかよな。今本当に普通に行く流れだっただろうが。えなあ。あ、そうです、そうです。ちょっと読める。今のは本当に俺行くと思ったよ。ちょっと今日リアクションが多いんですよ。今日話がやっぱりインパクトあったから。だよ。広島県ラジオネーム目からうんこ。なあ、平岡。明日12時に学校集合でよかったよなって。なんでここに送ってきてんだ。なぜそれを読んだ。平岡に送ったのか、それとも平岡さんにこの日本放送中にちょっと連絡取り合うと、日本放送通じてみたいなこと。だからそういうの困るんだよ。ここ回覧板的に扱われてもよ。もうね、12時でよかった。返事待ってます。で、いいよ、お前が待たなくて。ああ、わかりましたよ。行きましょう。はい、ツッコミ道場。ヘッドメール。ああ小樽市、アセチレンシュート。なあ、上田。ずっと前から気になってたんだけど、お前俺のこと好き？っていう。嫌いだよ。こんな邪魔するよ。誰かも知らねえよ、そもそも。誰だよ。お前。アセチレンシュート。知らねえよ。初めて聞いたよ、そのラジオネーム。あったんですか？ねえよ。いざこざ。ねえ、いざこざはねえよ。いざこざがあったら、仮にあったとしたら、こんな質問してこねえだろ。お前俺のこと好きって。いや、だから、いざこざがあったら嫌いって言うから、なんかもしかしたら、なんか、一回別れたのかなと思って。いや、ないよ、何も。だいたいどうせ男だろ、こいつ。あ、どうせです。だから、ないよ。嫌いだよ。むしろ。山田、お前だよ。嫌いだよ。ああ、二度と送ってくんな、お前は。さあ、じゃあ僕はいっぱいということですよね。じゃあ行きますか。はい、ツッコミ道場。殴ろうか、殴ろうか。お前をよ、ボッコボコに殴ろうか。北海道の、アセチレンシュートです。またお前かよ。お前だってこのコーナーにしか、ってか、このコーナー化した覚えはないけれども、ここにしか送ってこねえじゃないか、こいつ。なあ、上田。俺毎週のように番組メール送ってんだから、たまにはお前から返事くれよ。で、なんでだよ。俺寂しいって。なあ、まあ、確かにいつもこうやって送ってんですから、いつも俺メールよこせとか言ってるけど、上田返事返したことない。個人的にじゃねえよ。あれは。公的に募集してんだよ。
どうですか一回返事返して。気になるわ。何万通送んなきゃいけないと思ってるんだ。あ、そうですか。はい、じゃあ、あと、じゃあタイトルコールから行きましょうか。いや、どうせメール読むからもう言わないな、俺は。いや、だから僕はタイトルコールから行きましょうかって言ってんですから、ただ行きましょうって言ってんだと読みますけど。ああ、ほんとだな。タイトルコールから行きましょうって言ってんの。ツッコミ道場メール。バカーお前のバカー群馬県の。貧弱ロードローラーなあ、有田、この前初めて気がついたんだけど、自転車ってタイヤが2つだけど、車は4つなんだな。どうでもいいよなあ、なんどんだけバカだ。そうだ、こいつは。そうだけど、お前まだ気づいてないのかよ。あ、そうか、スペアですもんね、あれもう一個あるのは。あれは使ってないと考えた方がいい。どうでもいいよ、そんなことは。例えて勝手、ほんといい加減しろよ、殴るよ。一言言いたいよ。そう、ゴミアフロと。お前に対して言いたい。説明お願いします。うるせえメイタ。お前のことメイタって呼ぶからな。めんどくさい言ってないですよ。お前メイタだよ。あ、毎回上田チーム、有田チームに分かれてテーマにまつわる人、物に例えツッコミを入れ合うコーナー。勝負は5ラウンド制。1ラウンド後に、ED、ED ビーチ、AD 名前、そして新婚ミキサーの豚女、3人が勝敗を判定します。 AD 名前は AD 名前なんだ。あ、そう。3ラウンド取ったチームの勝ち。うん、今僕は2敗なんです。あ、いや1敗だ、まだ1敗ですね。うん、ただ5敗連続で負けたら罰ゲームがあるらしいですけど、それはお決まったみたいですね。上田チームを5連敗した場合は、上田さんの奥さんがメイドのコスプレをして、童貞リスナーともえもえじゃんけんをして、負けたら服を脱いでいく、もえもえもえ野球拳、童貞もえもえ野球拳ですね。有田チームが童貞いらねえんだよな、いつも。有田チームが負けた場合は、変装なしで隠しマイクをつけてツンデレカフェから生中継。生中継ってこんな時間やってねえよ。よし、じゃあ行くぞ。今週のテーマ、受験のお供対決ということで、うん、上田チームがね、眠気覚ましのコーヒー、はい、そして有田チームが、ラジオ、うん、ラジオ。まあまあね、まあだって今回はお前の方が広いよ、だってテーマとしては。いや、そうそうですね、はい。最初はグー、じゃんけんグー。よし、高校でしょうがねえな。じゃあ上田チーム先行で第1ラウンド、ラジオネーム作戦勇気。缶コーヒーを買おうと思い、コーヒーのボタンを押したにもかかわらず、中から甘酒が出てくるという自動販売機のあまりの意表をつく動きに一突っ込み、落合の三塁盗塁か。うん、まいよね。あ、これは本当に意表をつかれるわ。うん、宮城県のラジオネームゲスです。上田がとある喫茶店の前にいた。カランカラン、お帰りなさいませ、ご主人様。こちらの席へどうぞ。あ、どうしたんですか、ご主人様。顔が怖いですよ。え？あ、ラジオのコーナーの罰ゲームなんですか。とりあえず何か飲みますか。コーヒーですね。あ、遅れました。私はミナと申します。ミナピョンって呼んでください。お待たせしました。コーヒーです。こちら砂糖とミルクの、私のおまじないです。それじゃ行きますよ。ご主人のコーヒー、美味しくなーれビーム。どうですか。あ、本当ですか。なんかご主人様の顔シワだらけだから怖いです。っていうか松尾番内そっくりですね。あ、ごめんなさい、ご主人様。そんなに怒るとは思わなかったんで。あ、帰っちゃうんですか。本当にごめんなさい。ご主人様、行ってらっしゃいませ。と、あまりの無礼さに怒った上田が帰り際さりげなく一突っ込み。行ってきます。それぐらいで済むか。二度と行くか、そんな店。なんで俺ハマってんの。はい、判定は有田上田、有田。だからおかしいじゃんか。一言で勝ちましたよ。おかしいよ、お前。たとえツッコミのコーナーだからな、お前ら。ちゃんと分かってんだろうな。第2ラウンド。佐賀県、上田前夜祭。普段は全く勉強しないのに、テストや受験の前になると、コーヒーを飲みながら夜中まで勉強する学生の、普段からは考えられない意外な真面目な一面に一ツッコミ。てくれ、読むときの有田か。いや、しょうがないでしょ。あそこは真面目に行かないと。いや、リスナーそう思ってんです。なんか知んないですけどね、僕はその役をいただいてますので、うん、そこはふざけてなんとかだってみたいな言い方するわけにいかないでしょ。だってね、スポンサー様ちゃんとおかげでになってるわけですから、うん、ひどいとこついてくるな、本当に。ラジオネームかさぶた。
ああ、今だな。ちょっと本屋でも寄るか。おお、いろんな本があるな。コーヒーの美味しい作り方。あ、こんなのもあるんだ。なんだこの本。人間関係を丸く収める上田語学。何何、この本の通り女の子と話せば絶対彼女ができます。ちょっとやってみるか。そして次の休日。どうしたの？今日は突然呼び出して。まあ、とりあえず横になれよ。ええ、いきなり？いや、ちょっとショッピング行こうよ。うん、行こう行こう。ああ、いいな。この服買ってほしいな。いいよいいよ。これ5万もするよ。手頃だね。え、手頃？いや、高い。いや、まあでもありがとう。よし、好印象与えたぞ。でも5万ちょっと高かったな。ていうか、新田くん、その服ちょっと変じゃない？な、マックミランだからね。ん？あ、いや、なんかわかんないけど。おー、じゃあ、行こっか。ツッコミ道場。え、何それ。いや、だって、行こうかって言ったじゃんか。あ、まあまあまあ、気にしないで。うん。あれ？あの本の通りにやってんのにおかしいな。あ、落とし物だ。名前書いてないな。ロングラン！え、これロングランって人のやつなの？ああ、いやいや、気にしないで気にしないで。あれ？上田どうなってんだよ。あ、そうだ。来週金曜日映画見に行かない？チケットあるんだけど。俺、いつもあんのよ。あ、そうだ。さっきは俺の言い方でなくていいんだ。それ、ニッタってやつの設定なんだろ？ね、じゃあ他の人と行くわ。あれ？なんだよ、メガネ大根、全然うまくいかねえじゃないかよ、なら。あ、そういえばね、昨日ね、私初めてラジオでメール読まれたんだ。採用されたやつにはガネクプレゼント。ガネクまだできてねえんだろ。え、ガネクくれんの？あー、ごめんごめん、今の忘れて。でね、あの、アーラインが、今日まで。今日の二択にちょっと変よ。もう帰るね。と怒って帰ろうとする女の子が、に、男は一つ突っ込み、あったかくして寝ろよ。だから俺の言い方でなくていいだろ。いや、てかなんで俺その言い方を俺の言い方として認めてんの。てかね、こうおかしいですよこれ。だって、うん、あの考えてみたら、あのガネックプレゼ、あのアーハーラインがあって女の人言ってますからね。だからラジオ聞いてるぞ。この番組いつもリスナーなんで。あ、上田さんの前だぐらいわかるでしょ。はい、さあ、じゃあ判定どうぞ。上田上田上田。よっしゃ、11ね。じゃあ11で第3ラウンド。宮崎県、ゴミエモン。プルルルガチャ。女性。はい、もしもし、こちらお客様苦情受付センターです。はい、はい。当社のコーヒーに糸くずが入っていた。あ、そうですか、誠に申し訳ございません。お客様、お名前は村田様。はい、すぐに対処させていただきます。はい、申し訳ございませんでした。失礼いたします。ガチャ、プルルルルガチャ。はい。こちらお客様苦情受付センターです。はい。は、はい。萌え萌えじゃんけんで勝てない。は、は、仕組んでるだろ。あの、何のことでしょうか。はい。お客様お名前は、斉藤様。それでは少し調べてみますので、はい、失礼します。ガチャ。プルルルガチャ。はい。もしもし、あ、斉藤様、はい。どうされました？はい。俺は、あのステージに立つのが夢だ。どのステージでしょうか。いや、メイドカフェのステージに決まってるじゃないかと言われましても、はい、何のことか分かりませんが、夢を持つことは良いことですから頑張ってください。はい、失礼いたします。ガチャプルルルガチャ。はい、もしもし、斉藤様どうされました？有田を超えたい。あ、そうですか、ご自由にどうぞ。はい、失礼します。ガチャプルルルガチャ。何ですか斉藤さん。はい、は、いや、やりません。はい、萌え萌えじゃんけんはやりません。はい、興味ありませんので、はい、失礼します。ガチャ、プルルガチャ。はい、ですからやりません。いや、カニとか知りませんから。はい、失礼します。ガチャ、プルルガチャ。はい。え？お前さてはメイドだろって何ですか？違いますよ。女ですけど。ただの会社員です。失礼します。ガチャ、プルルガチャ。もしもし？プって何ですか？誰ですか？あなた。プって何ですか？いたずらですか？切りますよ。ガチャ、プルルガチャ。はい。なんかって何ですか？意味がわかりません。あなた誰ですか？いや、ですから、はい。いや、はい、あの、ですから、なんか、いや、あの、ですか、あ、すみませんでした。はい、失礼します。ガチャ、プルルル、ガチャ。はい。だから、もやもやじゃんけんはやらねえっつってんだろうが。というやりとりを聞いていた藤岡博士が一つ込み。いやー、侍がいたなぁ。いないよ。
まあ女側ですね、どちらか侍は、ね、女侍ですよね。さっきの対等のあの下り、名刀の下り見てる侍じゃないですよね。リアルなんですもんね。本当あいつもう耐えきれなかったらお客様相談センターとか電話して言うよ、下手すや。あ、そうやな、もえもえじゃんけん勝たせろと。うん、ただあの何かとかを言わずに電話の受け側で表現するのって初めてだからね、うん、偉いよこれね。うん、初めての手法ですよ。これいきましょう。ラジオネーム、高島まんま。劇団ひとりや千原ジュニアなどに続いて、あのお笑い芸人が小説を出版し、その記者会見がラジオで生中継されていた。本日は上田晋也小説出版記者会見に お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私司会のゴミメガネでございます。あいつかよ。では上田晋也より託してんだ挨拶がございます。どうぞ。いやーみんな今日は僕のために集まってくれてどうもありがとう。お礼に一曲送るぜ。 まずはユーミンのナンバーから。ワンツースリーフォーねえユーミン、わお、こっち向いて。しんそらそうだよ、そらそうなるよ。はい、それでは質問はございますでしょうか。ゴミメガネフォローしろ。ゴミメガネ、おい、ゴミメガネ、なんか何がお前質問ありますか。だてめえ俺がユーミンのネタやったら記者に笑うように言えって頼んでおいたろうが。お前みたいな豆よりも役に立たねえやつは司会なんかやめちまえ。ゴミみたいなって立ちやがって。で質問は何よ。あ、すいません、上田、まずは小説のタイトル教えてください。ああ、カレーなら一族よ。は、いや、なんかどっかで聞いたことがあるような。もうでもその小説の内容少し教えていただけますか。まあみんなも知ってるように1960年代後半に日本でプロパン再編があったわけよ。その波をくぐり抜けて上田プロパンが他社をどんどん吸収合併して今では日本のプロパンのシェアの 83% を占めるようになるまでは描いたのが今回の小説よ。まあもちろん上田一族のことも書いてるけど、俺がさんまたかけてる時の恋愛事情なんかも織り交ぜてるからとても面白い作品になってるわけ。かくらもうプロパンの部分をもう金融に変えると、これますます今 TBS でやってるドラマにそっくりになるんですけどね。まああとこの小説の映画化も進んでるということなんですが。ああ、そうそうそう、監督は落合よ。え、落合監督。そう、ドラゴンズの。でも上田さん野球の監督じゃないですか、落合さんは。ああ、いいのよ、俺落合好きだからさ。ああ、まあ一回は断れたんだけども。でもそんな時は信子よ。信子に抱いてやるから監督やってもらうのに頼んでくれって言ったら一発よ。いや、そんなことで快諾したんですか。ああ、あとキャストも大体決まってるからさ。ちなみに俺自身の役はさ、まあただの高人さんか、セラマサノリさんにやってもらうと思ってんのよ。じゃあそろそろ終わりにしますか。いつもあんのよ。というわけで俺の小説よろしくね。その後同じ場所で、ある女性が会見で一突っ込み。本日は私が体験した上田晋也の極悪非道ぶりを暴露した自叙伝不揃いのお好み焼きの出版記念記者会議で集まりいただきましてありがとうございます。だから俺がさせたわけじゃねえっつうの。静かなら突っ込み入れてもらって。突っ込みじゃねえ。さあ、それでは3ラウンド目の判定どうぞ。上田有田、有田やばい、有田チームリーチで4ラウンド目は CM の後。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送、クリームシチューのオールナイトニッポン。さあ、じゃあ有田チームが2ラウンド取ったとね。上田チーム1ラウンド、有田チームリーチで4ラウンド目。誰だお前は。東京都ちょいわるメガネビーチ。おお、名前どうだ、もう番組にも慣れたか。俺の後を継ぐのはハードル高いけど、まあ頑張れよ。あ、はい、そうっすね、頑張ります。ところでさ、お前もこの番組を支えていかないといけないわけだからさ、ガッテンのネタとか書けないといけないわけよ。わかる？あ、はい、わかります。おー、物分かりがいいね、お前は。さすが俺の右腕だ。じゃあ早速、今作ってみ。テーマコーヒーな。え、今ですか？そうっすね。あ、できました。コーヒーの色の黒さに一つ込み。松崎しげるか。どうすかね？よくないですか？おい、名前、ふざけんなよ。上田の演技かよ、お前。ふざけすぎだろ。あ、すいません。もう一つあるんですけど、いいですか？こっちの方がいいと思うんですけど、
なんだよ、じゃあ最初からそれ言えって。なんかビーツってこんな感じじゃない？こんな感じ。あ、すいません。じゃあ行きますね。コーヒーの苦さに一つ込み。センブリ茶か。どうすかね？本当にセンブリ茶苦いんですよ。おい、名前。お前ふざけんなって言っただろ。ゴミメガネの顔面かよ。お前ガッテンの起きて知らないの？起きて？何ですかそれ。ガッテンのコーナーにはな、5つの掟があるんだよ。1回しか言わないから頭に叩き込めよ。あ、はい、わかりました。1つ、たとえツッコミなんていらない。2つ、判定はいつも有田より。3つ、基本的に節丸は鉄板。4つ、テーマなんかに色継ぎ。5つ、できれば作家の石川はいじらない。わかったか、この5つ絶対忘れんなよ。わかりました。頭に叩き込みました。でも、たとえツッコミなくて、ね、たとえツッコミなくていいんですか？たとえてがあってんなのに。お前、バカかよ。そんなことしたら上田が調子に乗るんだろ。頼むよ、お前には本当に期待してんだから。このどんどん溢れ出てくる俺のアイデアをさ、一つでも多く実現したいのよ。ああ、いけねえ。想像がどんどん広がっちゃったよ。これに対して名前が意外な一つツッコミ。それじゃマイケンのアナルじゃないですか。久々に出てきたね。うまい締め方というか。確かにそんな感じですよ、ビーチは。ビーチなんかこんな感じで。なんか軽いんだよ。軽いんだよ。高島ママ。狭いわね。うん、ほんと狭いわね。あ、言い忘れておりました。アンドレスジャイアントです。今日はクリームシチューのお二人が地方にロケに行っております。意外なやつがおるないと。ですが私アンドレスジャイアントはオールナイトニッポンの DJ ディスクジョッキーをやらせております。では早速コーナー行きたいと思います。ツッコミ道場たたえて人間山脈。さあこのコーナーは様々なものに人間山脈ツッコミを入れてもらうコーナーです。どんなツッコミで。まずはラジオネームモンスターロシモフ 42.1、モンスターロシモフさんから。42.195キロをたった3歩で完走するアンドロジャジャイアントに一つツッコミ。人間山脈か。うん、おめえそういうことかよ、人間山脈。これはデカさがストレートに歌ってくいきますね。続きましてラジオネームバトルロイヤル。日本から帰国するときにお土産として四国をポケットに入れて持って帰ったことがあるアンドロに一つツッコミ。人間山脈か。だからそういうことなのかよ。まあいくらなんでもデカすぎるだろう、これは。せめて沖縄ぐらいだろうな、ポケットに入るとしたら。ラストは、今頃ベッドで二人のツッコミ同情されてるこの頃の、豚女からのハガキだな。のように、私の夫の心の広さに一つツッコミ。人間山脈か。ああ、豚女のろけてんな。腹立つわ、豚女。腹立つよ。今度だったらヒッププレスで押し潰しちゃうかな。ハガキ読まれた人にはビール50本プレゼント。なるべく1日で飲んでくれ。エンディング。来週から身長2メートル以上のリスナーの中から一番面白いやつを決めるアンドレ1、略して A1 グランプリがスタートするから、どんどんネタ送ってくれ。じゃあまた来週、バイバイ。この放送を、午前3時になぜかあの人はラジオで一つ込み。アンドレザ・ジャイアントさん、2時間お疲れ様でした。冷静に言うな。では、参りましょう。将軍 KY 若松のオールナイトニッポン、マシン軍団グリーン。その後、若松が受け継いでる。日本放送も濃くなったな。プロレスラーにばっか頼むんだな、オールナイト。プロレス関係アンドレスはもうなくなってますよ。まあ、何よりね。まあ、しかしね、昭和プロレスファンの仲間のない。なアンドレに爽やかにオールナイトやってほしいね。まあね、マシだ。KY 若松がね、うん、マシン軍団に入れましたよね。そうだよな。ジャイアントマシンがな。あの体型でもうマスクかぶってるから、みんなアンドレ。全く意味がないけどね。アンドレは俺は知らねえって言ってるんだから。あの辺がやっぱプロレスの面白さだよね。意味ないんだからな。うん、だマスクなんでね。そうなんだ。さあ、それでは4ラウンド目の判定どうぞ。上田、よっしゃ取ったぞ。さあ、じゃあ2-2でファイナルラウンド。OK。これ勝てるな。東京都。黒板ツバメ。ピッ、ピッ、ピーン。宮崎を同源しちゃいけないか。また出てきやがって、お前、シェケのゴキボール。今度は何の用だ。いやいや、ロックンロールもよ、同源しちゃいけないかんとですよ。だいたいね、あんた、シェケネゴキボールって名乗るぐらいだったな。栃木戦とかさ、とっとと出ればいいでしょうか。ちょうど民主党出る人いないんですから。いや、実はよ、栃木戦どころじゃなくなっちまったんだよ。実は、ロックンロールな
お前らに重大な発表があるぜ。長く続いたこの W のオールナイトニッポンなんだけどよ。まあ改変期ということもあって本当に一石二鳥の話なんだけどな。うん、まあね、まあ出会いがあれば別れもありますからね。うん。でよ、まあなんつうか、まあはっきり言わせていただくと、このラジオもちょっと充電期間に入るというかな。うん、まあある意味この時期でまあ正解かもしれませんな。うん、ちょっとしんみりしちゃいましたね、なんか。それでよ、来週はポッカのコーヒーでおなじみの柴田恭平と舘ひろしによる高と雄二の危ないオールナイトをお送りするぜ。まあ面白いと思うんでね、ぜひ引き続き、聞いてください。うん、いやまあまあね、またねリスナーの皆さんとこう会えるんでね、まあ会えるのを楽しみにしてますよ。うん、まあまた会えるっつうか、再来週からまた W のオールナイトをやっちまうんだけど。何じゃそりゃお前。だったら普通に休みって言うよ。おい、言っちゃ悪いよ優作。お前来週休みっつの知ってただろ。だったらなんで途中でこの時期で正解とか言ってたんだよ。しょうがねえだろお前。じゃあ何かお前、話の流れでお前言っちまっただけなのに、だったらなんだ、流れぶち壊して来週休みって、いやよかったのか、そもそもバシッ言って、なんで俺にビンタすんだあんた。すまん、切れた。笑いながら言うな。しまいに打ち殺すもんやろ。こんな W のオールナイトニッポンに松田家の次男の翔太くんが一突っ込む。なんじゃこれ。そこまでは切れないでしょ。息子もそこまでラジオ聞いてて、聞きながらあります、一回なんじゃこれ。普通になんじゃこれ、このラジオってないな、テレビラジオ見ててそんな激怒したことはな。まあなんじゃこれっていうか、内容的には正直我々やってることですからね。そこまで切れられても。うん、ああなるほど。さあ続きまして、ラジオネームノーキング。まあ仲よ。まあそんなこんなで。すごいな、この2、3週間聞いてなかったからな。アニマルの一人娘は失格になったんですよ。そうなんだ。まあ時間の無駄だったけどね。おい、ふざけるな。お前が無茶ぶりしてきたんだろうが。プルルルルプルルルル。ん？電話が鳴ってますね。まださっき話に出た京子じゃないだろうな。もしもし？お父さん、私金メダル取るよ。うわあ！やっぱり京子か。おい京子、お前やっぱり俺のラジオ聞いてくれたんだな。お父さん、当たり前でしょ。私が誰の娘だと思ってんの？うわあ！そうはならねえだろ。京子、お前はアニマルの娘だよ。おい京子。俺はお前が大好きだ。お父さん、私もお父さんのこと大好きだよ。うわぁ。うるせえよ、アニマル。それは嬉しいな、おい。おい、ところで京子、お前今日もちゃんとレスリングの練習したのか、おい。お父さん、もちろんだよ。だって私たちの夢は金メダル取ることでしょ。うわぁ。確かに、俺たちの夢は金メダル取ることなんだな。じゃあお父さん、私が金メダル取れるように気合を入れて。よーし、京子。じゃあ行くぞ。ケラ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 ！うわー！それはそうと、俺は東京都のアニマル浜口だ。アニマル浜口プレゼンツ。アニマル浜口の、俺らの日本！ふざけるな、おい！おい！お前は京子じゃないのか、おい！京子かと思って思わず話し込んだんだろうが、おい！アニマル、自分に怒らないで。だいたい声がアニマルだったのに、なんで京子と間違えるのよ。おい、だって喋ってる内容や喋り方がどう聞いても京子だったでしょうが。あの誰だって京子と間違えますよ。まあでも、こうも見事に引っかかってくれて私も嬉しいよ。わざわざ京子の無茶ぶりをした甲斐があったってもんだよ。おい、京子の無茶ぶりもこれをやるためにやったのか。おい、アシスタントのラジオネームボディービルダー、おい。よくも、おい、俺にドッキリを仕掛けてくれたな。おい、ボディビルダー、今から俺があることを言うから、よう聞いとけよ、おい。行くぞ。ケラ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 、うわー。こんなアニマル浜口の見事に引っ掛けたラジオネームボディビルダーの話術に、ダウンタウンの松本さんが一突っ込み。発想そのままで技術上がってるんちゃいますか。上がってねえ。上がってるか、そんなもん。ねえ。さあ、ファイナルラウンドはどっちかな。判定どうぞ。
上田有田、上田イエーイ。バカ有田チーム2連敗と。もうシェケナー強いんだよな。まあ、大体最近大将戦はな、この W 対姉村浜口になってるだけでな。シェケナー強いよ。よし、取ったぞ、2連勝ということでね。じゃあ来週のテーマ、卒業といえば、対決ということで、上田チームが、まあね、第2ボタンを上げたりもらったりする、いわゆる、まあ、告白、卒業のね、告白がテーマ。で、有田チームがね、卒業といえば、童貞。なんでですか、童貞。童貞ね。なんで童貞って。童貞を卒業するっていう意味ですか。いや、あるでしょ、もっと。ボタンとかでもいいじゃないですか。じゃあ、あなた、じゃあ、こうしよう。上田チームが告白で、有田チームが、豆。それはもう全くわかんないですよ、卒業で豆は。そう、まだ童貞の方がいいですよ。じゃあ、童貞ね。童貞でいい。はい、じゃあ、有田チームは童貞。あくまで縦ツッコミを入れてきなさい。郵便番号 100-8439、日本放送クリームシードライト日本、例えて楽天それぞれのチーム係と、勝ったチームにはガネックプレゼントを送っとけい。上田のお母さんも毎週聞いてるぞ。まあね。クリームシューのオールナイトニッポン。眠くなったら寝ちゃえばいいんですよ。ダメです。聞いてください最後まで。この後3時まで生放送。クリームシューのオールナイトニッポン。ついにスタート、幻の芸人4400セカンドシーズン。あ、やるようやく。それよかった。我々クリームシューはイメージキャラクターを務めて、おりました、アメリカの人気ドラマシリーズ4400、そのCMの中で、あんまりドラマが面白いからコンビ名を4400に改名しちゃうなんて言ってたんですけども、もし本当に改名したらどんな未来が待ってるかを予想してもらってるコーナーでございます。ポジションアンドレス結構でも人気あるんでしょ、本当に。あの、本当の方。いや、もう今セカンドシーズンが、なんか、もう出たのかな、出たか。うん。いや、もうね。うん。まあ、しばらくやってませんでしたけども、そのハガキ来てますね。うん。ちょっと我々もちょっと忘れてますけど、どんなコーナーで。なんせこれ、ね。が忘れてたら、それはもう全然リスナー、何のコーナーじゃってことになるだろうな。京都市、西行区、バンドの出番だろ。クリームの2人が改名して10年、4400も軌道に乗ってきたある日、上田と有田は共演者の楽屋に挨拶に来ていた。あ、今日はよろしくお願いします、坊さん。どうも、こちらこそよろしくお願いします。僕たち昔クリームシチューだったんですけども、今改名して4400なんですよ。クリームシチュー。それだけかよ。なあ、よくそれだけのハガキを送ってきたな。しかも読んだな。なあ。いや、だから分かんない。忘れてるんですよ、僕らも。いや、だから。こんなんだったっけ。いや、だから、こういうのが、あ、こういうコーナーかと思われるから、ね。今のだと。いや、いや、こいつには悪いけれども、多分そういうコーナーじゃなかった気がすんだ。あ、じゃあちょっと違うコーナー。ちゃんとあの、模範解答になるようなさ、ハガキを読んでくんねえと。群馬県高崎市のペンネーム、ブーメランチャンネル。今から10年後の2016年、4400に改名した上田と有田は新日本プロレスの道場で単独ライブをやっていた。なんでそんなところで。ちなみにこの日のネタはオレオレ詐欺漫才。スーパーストロングマシンの覆面をかぶった有田がオレ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 とオレオレ詐欺の電話をかけると、受話器を取った上田が藤波辰爾の口調でお前は平田だろと突っ込む、有田と上田はオレオレお前は平田だろ、俺俺、お前は平田だろ、というこのやり取りを2時間が延々と続け、単独ライブは終了した。しかし2時間ずっと同じやり取りを見せ続けられたお客様たちは大激怒、暴動詐欺をが起きたという話です。いや、だからこんなコーナーだったっけ。こういうコーナーだったっけ、4400って。いや、忘れたんですよ。だってずいぶん前ですから。ね、年末ですよね。うん、確かにずいぶん前だけど、だって僕坂下千里子となんか噂になんかわけのわかんないあれで、あのあれの時でしょ、うん、の前後ですからね、ずいぶん前なんです。こういうコーナーだったっけ。いや、もしあれだったらね、セカンドシーズン今日で終了っていうことでも、上田さんが続けたいって言ったんですからね。ワンがあまりにも盛り上がったんでセカンドシーズン始まろう。こんなコーナーだったっけかな。いや、もしこういうコーナーだったらもう今日でセカンドシーズンは終了ですけどね。いや、そこわかんないです。ちょっと探りながらね。ブーメランチャンネル。
今から10年後の2016年4400に改名した上田と有田がお笑いライブのネタ見せに参加しておりました。上田と有田がその日にやったネタは猪木ブッチャー漫才闘魂タオルを首に巻きつけた有田が、私最近ダイエットしてまして痩せるために毎日とんかつばっかり食べてるんですよとボケると、上田の背後から右手にフォークを持ちスキンヘッドになった上田が登場。上田は有田をフォークでボコボコに殴りながら、余計に太るだろうがとツッコミを入れまくっていました。ちなみにネタが終わった後、上田はネタ見せに来ていた放送作家に、上田君はぶっちゃんにもっとなりきらなきゃダメだね、先の尖ったシューズを履いたりもっと太ったりしてやり手を出した方がいいねと言われてた。あといういやだからあれこんなんだったっけかな4400 うーんよし、まあね、でもほらあのセカンドシーズンもね今日いよいよ最後ってなったわけじゃない。いやそれは1話で終わりってことはないでしょ、だってあれだって3回ぐらいやったんですから。いやセカンドシーズン今日で最後でいいんじゃない。上田さんが続けたいって言うんですよ。上田さんのこれセンスですよ、おそらく。だから今日で終わりにしよう、セカンドシーズン。いやそうはいかないでしょ。いやだからサードシーズンにかけてみよう。あ、なるほどね。セカンドシーズンは今日で終わり。サードシーズン、セカンドシーズンは今日はこんな感じだったね。セカンドシーズンはね。サードシーズンまたガラッと変わる。展開が変わるの。ガラッと変わるから。これはリスナーがある意味作るコーナーみたいな感じね。そうね。要はテーマは4400を解明したクリームシューはどうなったっていうだけのことで、あとはもう自由に。そうそうそう。だからね、あのセカンドシーズンはもう今日で終了。今日まで。サードシーズンがね、急展開するらしいぞ。あ、そうなんですか。内容でね。じゃあ、ちょっと期待しましょうか、それね。じゃあ、上田さん、じゃあ。まあ、場合によってはサードシーズンでもうほんとファイナルになるけどね。いや、だってもう、そんなわけないらしいですからね、向こう。いや、俺もそんなわけはないと期待しているよ。うん、DVD のなんてまだまだ多分続くから。そうそうそう。ねえ、こっちのコーナーもまだまだ続いてもらわないとね。そうです。なんか4400が終わったみたいに思われるんだろう。そうそう。だから4400セカンドシーズンは今日で終了。じゃあ掛け声の方お願いします。じゃあ4400セカンドシーズンの方は今日まで。ありがとうございます。何なんだこれ。終わる時のこれ。郵便番号100-8439日本総クリームシーズンオールナイトニッポン4400、サードシーズンの係まで、ハガキを紹介したらガネックプレゼント。いいかお前ら、こんなコーナーじゃなかったはずだぞ。ガラッと変えとけよ、内容。頼んだ。一曲。ゴイングアンダーグラウンド、胸いっぱい。クリームシューのオールナイトニッポン、この番組は明治製菓、明星食品、DHC、週刊ヤングサンデー、以上各社の協賛で東京中央区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。テイクレの時の有田か。いやですから真面目だな。いやーお願いしてますよ、このスポンサーさんにもみたいな。乗りじゃいけねえでしょ。硬いなこいつ、硬い。初めだな。いいんですか、そんなうんことか言っても。そんないいわけねえだろ。最後にあとうんこみたいな入れていいんですか。ダメでしょ。メール、兵庫県クソチンコ有田、はい、パワープロに関しては選手を作り直すんじゃなくて選手のパスワードを打ち込めばいいじゃないか。なるほど。だってなるほどね。これ確かに、そうなの、ね、そういうことなの。ほら PS3 のでパスワードを見て、この選手の、それを PS2 に打ち込めば、そしたらそれと同じデータができるの。すげえ大変ですけど、ドラクエの呪文みたいなやつですか。あ、なるほどね。じゃあそれでやってみようかな。ありがたい。何巧妙を見出してんだお前は。マジでな、やかましいわ。メーターメーターじゃないです。東京都北区、ラジオネームマイルド37。おい上田に有田、うん、4400のコーナーは広い意味ではあんな感じだったと思う。そうか。これからは突然失踪したお前らが何か特殊な能力を身につけて帰ってくるという設定にしたらどうだ。ああいいね、いいじゃん。4400にね、そういうちなんで、あ、いいじゃん。例えば俺はこういう能力、メーターはこういう感じ。メーターってなんですね。僕はメイド室に行かないんだよ。だからじゃあ上田がこうね、なんかこういうさ、例えばいわゆるテレポーテーションの能力を身につけて、あれってそのメイドの能力を身につけてみたいな。なんで俺がメイド来たんだって思った。ちょっとサイド切れてるの見てます。いい、ね、見てます。顔なる、お前なんで有田さんですかみたいな。どういうこと、そのメイドを冒涜すんな的な。
名刀は俺だけですよみたいな。あ、なるほどね。名がついていいのは俺だけだと。ああ、いいね。サードシーズンそういうのしようかな。確かにね。さあ、そして、世田谷区、公認のブラックココア。一応生徒会長をやっていた真面目な僕ですけども、なんとかボケてみたいです。あの、例のさっきのレッスン、おーおー、ここレッスンの方に出てみたいと思います。とていうか、有田さんにダメ出しを食らいたいと。どんな願望だ。ダメ出しコーナーが続くってことだろこれ。お前なんかいつの間にかさ、若手の阪神巨人師匠みたいになってないか。巨人師匠みたいな。若手にダメ出してんだかっこいいけど、素人ですからね。最低なんですよ。さあね、合併が上田チームが告白で、有田チームが童貞ね、はい、でまあ、おしゃれだかねのコーナーとか4400サードシーズンで日本語レッスンね、あとまあババアのコーナーとかね、その辺も食っといてちょうだいとかね。郵便番号 100-8439 日本放送クリームシチューのオールナイト日本、それぞれの語りということで、この後は斉藤あんこさんのオールナイト日本エバーグリーンです。でも今日はコーナーも久々にできましたね。なあ、久々じゃない、こんなにハガキのコーナーやったのは。というわけで、じゃあ来週もいっぱいハガキのコーナーやろう、うん、来週は名刀の話しなくていいからいっぱいできるだろう。名刀が何か問題起こしてなければね。大丈夫、多分来週はハガキもっとできるはず。そうすると名刀がゲストで出る可能性もありますから。名刀いいよもう。ということで今週はじゃあこの辺でお別れ。クリームシチュー上田晋也と、実はあれは哲平が喋っておりました。また来週、バイバイ。お疲れ様。有田さんと上田さんはどうなんでしょうね。あの、花粉症の方。今日は実はね、花粉症記念日なんですって。私はね、来ちゃってんですよ。もう、花粉症と宿泊しながらですね、付き合ってるんですけれども、上田さんと有田さん、忙しいからもう花粉症なんかなってる暇ないかもしれませんですね。お疲れ様でした。来週またよろしくお願いします。さあ、それでは3時を回りましたんで始めることにいたしましょう。オールナイトニッポン、エバーグリーン。